はいどうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄太です。今回扱う問題は x プラス y イコール3、xy イコール1の時、x7 乗プラス y7 乗の値を求めよう。まあこれね、基本対称式の問題ですね。この基本対称式の問題ですね、実はある工夫をすると30秒以内に解けちゃうんですよ。7乗プラス y7 乗。まあ普通に解くとね、2乗プラス2乗、3乗プラス3乗っていう風に順番に解いていって7乗プラス7乗を求めていくんですけど、ある工夫をすることによって30秒以内に解ける。しかもそれはただね、裏技的なところにとどまらず、例えばこういう問題、 x2020乗プラス y2020乗ね、こんなの出せないでしょ。これを4で割った時の余りを求めよう。こういう問題も解けるようになるんですね。まあこの問題もね、後で解説するので、ある工夫ね、その工夫を聞きながら、じゃあこの問題こうやったら解けるなっていうことを想像したらね、聞いてみてください。でしかもこのね、ある方法っていうものは3次以上の対称式だったら結構ね、品質なのでしっかりと押さえておきましょう。それではね、まずは普通にサクッと解いていきます。まあこれね、2乗足す2乗はって言ったら x プラス y の2乗引く 2xy でね、まあ、ここら辺はもうね、すんなりもう1秒で出せるようにしといた方がいいと思うんですけど、3の2乗引く 2×1 で7と。で、3乗足す3乗はっていう風に言われたら、まあこれ3乗足す3乗の因数分解の公式使ってもいいし、 x プラス y の3乗っていうのを考えて、マイナス 3xy かっこ x プラス y ね、余分なものを引いてあげる。そうすると3の3乗27引く 3×3 の9だから18と、こういう風になる。で、4乗足す4乗は x プラス y を4乗しないですよね。2乗足す2乗を一旦2乗して、余分な 2x2 乗 y2 乗を引くと、まあこういう風になって、これはさっき出した7だから、7の2乗49引く 2×1 だから47と。で、まあこれね、7乗足す7乗を求めるときに234の次5っていうのを経なくていいからね、7乗足す7乗は3乗足す3乗と4乗足す4乗を掛け合わせることによって出てきますよね。そうするとここで x7 乗、ここで y7 乗が出てくる。で、余分なものとして x4 乗 y3 乗と x3 乗 y4 乗が出てきちゃうから、これを引けばいいんだよね。引くと。で、引くときに、まあ、x3 乗 y3 乗でくくって x プラス y と。こういうふうになる。そうすると、47×18。ね。47×18 引く xy は1ね。1の3乗かける x プラス y。だから引く3と。まあ、これ計算することによって、843かな。こういう風になることがわかるわけです。まあこれが普通の解き方。で、こっからがある工夫なんですけど、これね、ぜひね、その導き方まで含めて押さえておいてください。まずね、x プラス y イコール3、xy イコール1。この形見てね、まあ基本対称式ですよね。まあそもそもこれが対称式の問題だから基本対称式なの当たり前なんですけど、基本対称式とセットで押さえておいてほしいこと。それが解と係数の関係でね。この解と係数の関係より、x と y っていうものは、t2 乗マイナス 3t プラス1イコール0の2解というふうになるわけ。ね。これが t イコール xy だよっていうふうに言えるわけだね。t2 乗マイナス 3t プラス1イコール0。ここがマイナスで、ここがそのままと。で、これ解いてあげれば、まあ x と y がわかるわけだけど、今回ね、この解と係数の関係から理解してほしいことっていうのが、これの2解が t イコール xy ってことは、すなわち、x2 乗マイナス 3x プラス1イコール0は成り立ってるってことだよね。t イコール x、これ x 代入しても成り立つってことだし、同様に y2 乗マイナス 3y プラス1イコール0、これも成り立ってるってことだよね。よろしいですかね。この2つが成り立ってるよっていうのがすごく重要なんですよ。今回の工夫において、これを使ってあげるとね、何がわかるかというと、まあ一応ね、便宜上、x の n 乗プラス y の n 乗っていうのを sn と置いてあげましょう。で、毎回書くのめんどくさいからね。そうすると、この2つの式、足してみるとどうなるかっていうと、ここでまず、x2 乗プラス y2 乗出てくるよね。s2。s2 が出てくる。で、ここの部分は、x プラス y が出てくるよね。で、x プラス y のマイナス3倍なわけだから、マイナス 3s1 ね。s1 っていうのは x プラス y ね。で、最後に1たす1の2が出てくる。でもここはね、後々ね、便宜上2っていう形じゃなくて、一応ね、x の0乗っていう風に見てあげることによって、s0 と見てあげましょう。ね。s0 っていうのは、
これは x の0乗プラス y の0乗。0乗って絶対1だよね。1たす1イコール2。s0 は2っていうのは分かってるわけだけど、まあ、あえて s0 というふうに置いてあげましょう。まあ、こういう式が成り立つということは分かるわけ。これの何がいいかっていうと、s0、まあ、すなわち x0 乗プラス y0 乗が分かっていて、かつ s1、この x プラス y でね。まあ、これ3っていうふうに分かってるわけだから、これを見ることによって、x2 乗プラス y2 乗が求められるんですよ。ね、x2 乗プラス y2 乗。まあ、これより s2 っていうのは 3s1 引く s0 でしょ。だから s1 が3で s0 が2なわけだから 3×3 引く2で7と。ね、さっき求めたのと同じ値が出てくるわけです。まあ、こういうふうに求めることができる。で、実は同じように s3、s4、s5 とどんどん求めることができるわけですね。それは、これを使う。ね。解と係数の関係を組み合わせてあげることによって、まあ、パッとね、この式はね、すぐ出てきてほしいんですよ。これ見て、あ、この式成り立ってるな、っていうのはパッと出てきてほしい。で、これについて何をやるかというと、まずね、これかける x してみましょう。上の方にかける x、下の方にかける y、することによって、これ x3 乗マイナス 3x2 乗プラス x イコール0ね。下は y3 乗マイナス 3y2 乗プラス y イコール0でね。これ足すとどうなるかというと、3乗足す3乗は S3。引く3かける2乗足す2乗だから S2。で、ここは S1 イコール0。これによって S2 と S1 が分かれば S3 が分かるようになりますよ。同様に S4 も S3 と S2 を用いて分かることができる。まあこれ一般化すると、上の式をかける X の N 乗、下の式をかける Y の N 乗倍することによって、x の n プラス2乗、マイナス 3xn プラス1乗、プラス x の n 乗が0でしょ。で、y の n プラス2乗、マイナス 3y の n プラス1乗、プラス y の n 乗イコール0。これを組み合わせることによって足すと sn プラス2。まあ、マイナス 3sn プラス1、プラス sn っていうものを移項すると、イコール 3sn プラス1、マイナス sn と、こういう式が成り立ちますよっていうことはわかるわけですね。まあ、こういうね、ものを全化式っていうふうに言うんですけど、全化式っていうのは、まあ S0 とか S1 とかね、まあ最初の方、初項っていうものを与えてあげることによって、順番に S0 と S1 が分かれば S2、S1 と S2 が分かれば S3 っていうふうにどん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 求まるようになっているもの。まあこういうものを全化式というふうに言うわけですね。こういう全化式を立てることができる。まあおさらいするとね、もうパッとね、導けるようになってほしいんですよ。パッと。で、これはね、この解と係数の関係のね、導き方っていうのは、3次の対称式でもすごく重要になってくるので、しっかりと押さえていきましょう。パッと、まず解と係数の関係を導く。で、x と y 代入する。で、まあ、足すことによって、s2 と s1 と s0 の関係出るわけだけど、まあ、それはね、そのまま足さずに、x の n 乗、y の n 乗っていうのが頭、まあ、こういう式を頭の中で、こう変形してあげることによって、足したらこうなるよね、と。まあそれだけ。この流れをしっかりと押さえて全化式立てられるようになると。そうすると、何がいいかというと、S0 は絶対 X の0乗足す Y0 乗だから2だよね。で、S1 は今回 X プラス Y だから3っていうことはわかる。じゃあ S2 以降はって言ったら、これね、この Sn プラス2を求めるためには、Sn プラス1って1個前でしょ。1個前のものを3倍して、これ Sn は2個前。2個前のものを引いてあげればいい。もうこの順番。1個前のものを3倍。だから 3×3 の9。で、2個前を引く。で、7。じゃあ S3 はって言ったらもう脳死でできるわけ。1個前のものを3倍。だから 7×3 の21。から2個前のものを引く。21引く3で18。まあ、同じように S4 は1個前のものを3倍。54引く2個前。7。だから47。S5 はって言ったら47。待って、47。S5 はって言ったら、1個前のものを3倍、141引く2個前、18だから123。S6 はって言ったら、1個前のものを3倍、369引く47で323。もうこれ全部、脳死で322か。で、S7 が322の3倍、966引く123で答え843だよっていうふうに、脳死で答えを求めることができる。もう何も考えずにやってるわけでしょ。ね。こんな感じで全化式を立てることによって求めることができるよっていうことは分かるわけですね。で、この全化式を立てること何がいいかというと、先ほどの x2020 乗プラス y の2020乗、これを4で割った時の余りとかね、こういう問題も求めることができるわけですね。これどういうふうに求めればいいかというと、まあ、これ結局ね、2020乗足す2020乗って s2020 ですね。
S2020 を求めるために S1、S2、S3 これはどういう風になっているのかってことを考えていきましょう。そうするとね、まあちょっと S0 をね省きます。まあ後でね、あの2020っていうものをやるとき0から数えたらちょっとめんどくさいからね、これ4で割った時の余りだけに着目して考えていくと、 S1 っていうのはこれ3でしょ、 S2 は余り3でしょ、 S3 っていうのは余り2で、まあこれね、ぶっちゃけこれ計算しないで余りだけに着目することによって、まあ計算進めることができるんですね。まあちょっと合同式の考え方が入ってるんですけど、まあなんとなくわかるかなと思います。要は1個前を3倍して2個前を引くことによって余りを求めていく。1個前3倍ね、 2×3 の6引く3だから3ね、これ3で、ここの4で割った時の余りは1個前を3倍する9引く2だから7だね。7を4で割った時の余りって3でしょ。で、次、ここ。3を3倍して3引くと6だよね。6を4で割った時の余りは2と。まあ、こんな感じで、ね、3と3から2が生まれ、3と2から3が生まれ、2と3から3が生まれるっていう形になってるわけでしょ。とすると、これね、3、3、2が無限に繰り返されるな、っていうのはこのことがわかりますよね。この前化式がある。ということは、2個前のところから次の情報が得られる。で、考えていくと、332、332っていう風になってる。もうその時点で、ね、まあ、実際のところ、この33と33のセット、同じセットが出てきてる時点で、あ、ループが始まったな、っていうことは気づくわけ。この2個から次の1個が生まれるわけだからね。そうすると、ね、この3つセットが無限に繰り返される。じゃあ、S2020 は、どこのね、ループのどの数字に対応するのかな、っていうことが分かればいいので、結局、ね、2020÷3 というのを考えてあげて、673余り1。つまりこれが673ループあって、1個ね、進むわけだから、結局最初の3と。これは3だよっていうふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。まあ、こんな感じで、このね、まずは、これから解と係数の関係を導いてあげて、第2ニュースね、この2つの式を出してあげる。で、X の N 乗と Y の N 乗をそれぞれかけたものを足し合わせることによって前化式が得られる。この考え方は3次の対称式でも本当に使えるからしっかりと押さえておきましょう。で、その上でこの前化式を使うことによって S7 を出していくこともできるし、それによって S2020 っていうものをうまく扱うこともできるんだよっていうこともしっかりと押さえておきましょう。まあ、こういうね、独学では見落としがちなテクニックをどう学ぶのが一番効率いいかというと、まあ、このチャンネルの登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメント欄に残しておくといいかと思います。はい、よろしくお願いします。